少年愛とは、成人男性と思春期前後の少年の間の恋愛関係、性的関係である。プラトニックなものもあるが、一般に性的交渉が前提となっている。溶接せるポリュデウキオン氏は少年を神として称えた。この理想型を参照して、年長男性と少年の間で成立する抗議の恋愛関係が一般的な少年愛の概念となる。この場合、 感情や行為の現象的形態としては、性思考の少年愛とほぼ重なる。この意味での少年愛は、同性愛の一種とも解釈できる。古典ギリシアでの理想半径に見られるのは、年長者である立派な市民が、教育目的で、少年愛に携わることである。男性同性愛者が性的指向ないし、性的指向として、少年や若い青年を対象とするとき、見かけ上、 少年愛に見える。しかし、少年愛におけるエラステースは、対外の場合、両性愛である。少年愛は、男性同士の結束と青少年の教育という、目的と、今一つに、現代的な表現では、青少年を思考する、男性同性愛の目的や意味を持っていた。アイデイとは、青少年を、一人前の男性、共同体の成員としての男性に育成するのが、 目的で、中世、西欧や近代における市民教養としての教育とは意味が違っていた。半径としての少年愛は、性的指向としての少年愛と直行関係にあり、通訳不能であるが、他方、現象的な表現としては、両者は重なっているのが通常で、抗議の同性愛の一種とみなすのが妥当な面がある。口づけを交わす少年と、 男性少年愛としては古代ギリシアのパイデラスティアが著名であるがこれは当時の代表的なポリスであるアテナイでは暗黙に認められた市民の義務であったアテナイに比べより選手社会として厳格な文化や制度を持っていたスパルタにおいては少年愛は男性市民にとって法文化された義務であった古典ギリシアにおける少年愛における少年は思春期 またはそれより若い年代の少年ではなく、むしろ選手としての訓練を受ける青年であったが、これは文化制度としての少年愛での建前であった。プラトンは特について語っているが、アレテーとはギリシア語では、優秀性なり、卓越性という意味がある。知性や知識において、また選手としての肉体の素晴らしさや勇気、戦闘技能の卓越性、さらに弁論の巧みさや、 指導力を持ち、道徳的にも優れた家柄の良い、男子市民がアレテを持つ人である。アレテを若い男性、すなわち青年、少年に授けるための文化制度がギリシアの少年愛であった。また、これが社会の制度的背径としての少年愛である。古典ギリシアの少年愛においては、愛する年長の男性をエラステースと呼び、 愛され、アレテを授けられる対象となる青少年を、エローメノス、あるいは、パイリカと呼んだ。前科美化、古典ギリシアの少年愛においては、愛される少年に求められる資質は、戦士としての倫理性であり、精神的な卓越性、すなわち、前期少年であった。少年愛の相手である少年として望まれる資質は、善であった。ソクラテスは、 数多くの青少年を口説き落とす達人であったので、シビレイトのあだ名を持っていたが、彼が当時の美青年の代表とも言えたアルキビアデスを口説き落とした言葉は、人々は君の肉体の美しさを賛美する。だが僕は君の外見の美しさではなく、君の魂、つまり君自身の本質を愛しているのだという内容であった。エラステースとエローメノスの立場のサコテンギリシアの 少年街における愛する男性へと愛される少年の立場や感情、快楽の比率は平等ではない。癖の本は少年は大人に対して婦人のように成功の優越を共にすることはないのであって、むしろアプロジテに酔うものをシラフで眺めると語り、プラトンも少年が年長の男性に服従することで得るものの、中に肉体的快楽はないという趣旨の発言をしている。 逆に、もし愛される側が快楽を得るようなことがあれば、これらの人の体が自然に反した仕組みを持っているということである。このような人間は女性になるうるとアリストテレスは語っている。アンティノウス、130年頃古代ローマにおいても、前期少年か、美しい少年かの選択では、少年の善を求めるべきであると、制度的にはされていた。皇帝ネロは、皇妃。 ポッパイアーの死後、16歳前後であったと考えられる、絶世の美少年スポルスを見出し、これを虚勢して女装させ、自らの第三の日に据えた。スポルス・サビーナは、ポッパイアーと容姿がうり二つであったとも伝わっているので、ネロは美しい少年を求めると同時に、美しい少女をも求めて愛したことになる。ご検定の中でも、最も英米で精神の幅に、 広がりがあったと考えられるハドリアヌスは青年アンティノウスを愛したがアンティノウスは理由不明なまま自ら命を絶った。ハドリアヌスはこれを悲しみ一つの都市にアンティノウスの名をつけ彼が愛した青年の名を永遠のものとしようとした。ハドリアヌスはまた10歳の少年マルクスと出会いこの少年に栄い,いな資質を見出した。ために彼はマルクスを 自らの後継者の位置に置き、少年は成人して後、皇帝位につき、鉄人皇帝、マルクス・アウレリウスとなった。ハドリアノスはアンティノウスの肉体の美を愛するとともに、少年、マルクスの精神の卓越性、すなわちその、前途将来実現される、とく愛した。しかし古代ローマでは、性愛の、あらゆる分野で大敗が花咲いたように、 少年愛でも見栄えがなくなっていた。紀元2世紀のストラトンは同性愛者であるが、ペトロニウスのサッキュリコムを見ればわかる通り、低世紀ローマの市民はもはや善なる少年を求める少年愛と同性愛の区別もつかなくなっていた。西欧社会はゲルマン民族によるローマ帝国の三色と最終的な西ローマ帝国の滅亡によって文化が成立したとも言えるが、 ローマ辺境域のゲルマンやケルトの地には、早くも、紀元二世紀には、キリスト教が布教されていた。当初それは、アレオス派であったが、やがて、アタナシオスの正統派に転向した。メロビング朝及びカロリング朝、フランク王国を通じて、西欧中央部は、キリスト教社会として構成された。このことは、ダイブリテン等でも同様であり、イングランドにいるしたキリスト教は、 スコットランド、ウェールズへと伝播され、アイルランドにもまた、キリスト教の波は訪れた。ユダヤ文化の影響を受けたキリスト教文化においては、同性愛は宗教的禁忌であり、宗教上の罪悪であり、ユダヤ律法が記している通り、女と同勤するように男と寝る者は、殺さねばならないという規定は、同性愛を罪悪と明記するもので、無論、行為としては、 同性愛と区別のつかない少年愛もまた罪悪であり少年に対する行為が暴行に近いものでかつ少年の年齢が幼ければ幼いほど罪の重さは過重された中世カトリック時代西欧におけるキリスト教は16世紀の宗教改革に至るまで正統派生法教会つまりカトリックであったカトリックにおいては司教と司祭による ヒエラルキー制度が厳密に定められ、司祭の終身独身が規定されており、この伝統は、今日のカトリックにおいても継承されている。キリスト教においては、本来男女は平等であったが、カトリックにおいては、女はその男性を誘惑する肉体と、パウロスのユダヤ教的禁欲思想より、男性に必死にやしめられた地位にあった。カトリックにおける最も重要な筆跡である、ミサ制裁においては、 天礼は、男性司祭が主導し、男性の手によって信仰されるものであった。このため、司祭の天礼執行を助け、補助する役割として、若い男性あるいは児童としての少年が起用された。大将のカトリックの教会においては、ミサ制祭で自社。さらに、6世紀頃より制度化の始まる、修道制度は、男子の修道者を前提としており、修道士は、 司災同様に、終身の独身と女との交渉を断つことを制約した。修道士の集団が修道院というコミュニティを作り、時代とともに共同体の規模が大きくなるにつれ、修道院は男性指定の教育機関の役割も果たすようになってきた。それは、将来に修道士を目指す、見習い修道士を教育するとともに、やがて俗界に現続して、 世俗生活に戻るものの教育をも担った。このように、性的禁欲と独身性を定めたカトリックの宗教的共同体の中で、司祭と自社、あるいは聖火隊の少年、また修道士と修道士見習いの間に、機械的同性愛が生じるのは必然ともいえ、司祭も修道士も同性愛者でない場合であっても、少年との性的交渉が成立した。また、 教会の男食禁止の建前とは別に、このような指導する者、すなわち司祭や修道士と指導される者、すなわち児童やノービスの少年の間の関係は、古典ギリシャやギルマンの少年愛の関係をなぞるものでもあった。カトリック教会は、司祭や修道士における少年との間の男食関係を概ねにおいて黙認したと考えられる。また、 王皇貴族や有力な豪族の公然とした同性愛行為や少年愛も、また、これを黙認し、さらに、一般庶民であっても、一定の範囲のものは、被災に告白し、罪の許しを願う限りはこれを許容したとも、考えられる。カトリック教会が、断食の罪を断罪するのは、キリスト教的社会の秩序を乱すもの、または乱す、恐れのある事態に対してである。 中世における異端論争において、誰が正当か異端か不明な場合、両者は対する陣営、人物を男色か、マニキョウと非難するのが通常であった。したがって、異端と決まったものは、教会の側が正式に男色か、マニキョウとの代乗認定が行われた。さらに、中世の騎士道の理想型では、騎士は無論、多くの従者や家臣を従えるが、 同時に身分ある少年を吉見習いとして身近に置き、これを武勇と道徳に置いて鍛錬するとされた。宗教改革と金セルネッサンス西欧における宗教改革は起源を遡れば、首都会の修道院改革やドミニコ会、フランシスコ会などの卓発修道会の発足にもその端緒が伺えるが、13世紀より14世紀に、 かけてのアリストテレスルネッサンスの展開とも並行して進んでいたと言える。教皇権と皇帝権の争いを通じて、両者の権力が共に交代していったと同時に、世俗領主や商人階層の力の増大がもたらされた。このような社会的な権力の推移を背景として、従来弾圧されてきた聖王の異端運動は、教会権力に対抗する後ろ盾を備えるようになり、 カトリック教会の統制から脱する。16世紀に至って、ドイツのルターの背景には、世俗領主の庇護があり、ジュネーブのカルバンは富裕承認階層の支持があり、そしてイングランドにおいては、カトリックの権力に反抗するヘンリー・パッセイは自ら、王権を持っていた。教皇権が衰退し、都市承認階層の力が優越したイタリアに、文芸復興が起こり、フィジーノなどが古代、 ギリシアやローマの古典を翻訳し、まさにマニキューの教えに通定しているヘルメス文書の翻訳を行い、魔術、錬金術、数秘術、先制術などが哲学思想や文芸と共にイタリアを通じて西欧に広まっていった。レオナルド・ダ・ヴィンチは都市の支配者の庇護のもと異端の研究を行い、美少年の弟子を持ち、女と交わることがなかった。 ダヴィンチが描いた、ジョコンダの美少に描かれているのは、女ではなく、若い青年ではないのかという推測がある。また、明らかに、同性愛者であったカラバジョの絵画には、少年愛の思考が伺える。ダビデの彫像や、システィナ礼拝堂の天井画を描き称賛された、ミケランジェロは、若い男性の裸体の美を表現し、賛美した。イングランドにおいては、 少し遅れて宗教改革後の自由な雰囲気の中、多くの野心的な詩人や文学者が登場し、中でもウィリアム・シェイクスピアは戯曲において画期的な作品を多数生み出した。当時の戯曲の上演では女の役は少年が演じていたことが知られている。またソネットにおいて、シェイクスピアは青年の美しさを賛美し、 女に対する恋愛と同様の熱烈な恋情を作中の青年に寄せている。近代イギリスでは女王エリザベス一世の崩御によりチューダー朝は断絶し、スチュアート朝のジェームズ一世がイングランド王となった。彼は同性愛の思考があり、美青年であったジョージ・ビリアーズを長身として、公爵位を彼に授けた。こうして誕生した英国最小バッキンガムは、 寝室で手柄を立てたとも言われ、政治家として、軍人として無能であった。バッキンガムは次のチャールズ一世の時にも、なお王の徴用と権力を保持したが、彼の無能さが、心境と革命の永遠ともなった。シャー・アッパスと少年アラブにおいては、その遊牧社会は同時に、戦士社会でもあったので、少年愛が存在したと考えられる。詩人アブーヌワースは、 酒を飲むことの喜びを公然と歌い、その作品は今日も残っているが、歌の中で当時の視点には、高岸の美少年が酒の組手として主席にあり、美少年と同性愛を堪能したことが多化されている。ペルシアの大学者であり、詩人であるオマルハイアームは、また、ルバイアートの中で酒を飲む喜びを高らかに歌い、サーキーが差し出す主杯の完美さを歌う。 またサーキーの愛らしさや魅力を褒めたたえる。ここに、同性愛というより、むしろ、少年愛が公然と存在したことが、間接的に判明する。俗に本記には、天武天皇の孫である、同僧が、聖武天皇のち中に侍児と、男色行為にふけて、敗退しとされた記述が見られる。中世において、男色は、女を排除していた武士や寺院では、 一般的なものであったことが知られる。また、区下文化においては、アクサフと呼ばれた、藤原頼長の日記、大記には、彼が、複数の男性と同金していたことが書かれている。鎌倉幕府の将軍や執権、有力な大名たちも、制度的な年願を実行していたと推定されるが、歴史的に有名かつ顕著なのは、次の室町幕府三大将軍である、足利義光と、 その調愛を受けた農学、能楽師、世阿弥の関係である。世阿弥は後に、無限能を完成させ、風刺家伝を表すが、その書の中で、少年の美についての魅力を述べている。また、サダフサ新能の日記、関門日記には二人の異母帝と活色二名を取り合った結果、自分だけが締め出されて憤慨する記述が残されている。他方、選手社会や、 支配階層における制度的半径としての少年愛とは別に、これもまた半径のバリエーションであるが、助食を禁じられた仏教僧侶と寺院に使える僧侶見習いともいえる、地ごとの間の少年愛関係が古くから存在した。男食は、助食と体になる言葉で、色の道は単に肉体的な関係だけではなく、精神的な関係も含み、地ごとの男食においては、むしろ、 精神性に重点が置かれていたことからすれば、古典ギリシアのアレテへの教育としての、少年愛の理念と共通するものを持つ。武士と少年、僧侶と地語の間の男食関係では、愛する年長者は年者と呼ばれたが、年は一年の年でもあり、倫理性や精神的信頼性が前提にあった。男食の道は、世阿弥の農芸のルフと、 風刺家でにおける少年の儚さの賛美と相まって武士や僧侶階級だけではなく広く一般庶民にとっても憧れと美意識を持って期待される文化風俗となった。戦国時代、応人の乱によって戦国時代に入ると戦国大名が台頭し彼らはその支配下に戦死社会を築いたので共に命を懸けて戦うものとして 主君と進化という身分の差はあったが、古典的な少年愛の半径が支配する男色関係が戦国武将と多くその進化の指定出身の故障の間で成立した。このような主君とその進化の少年の間の年者の関係は平安時代より存在したものであるが、戦国武将においてはとりわけ顕著であった。武田信玄が 政不明の故障、源助にあてた生死が現存しており、また織田信長と森成都市の関係は著名であり。芸人が男女にかかわらず、同時に春をひさぐれは古代から存在したが、世阿弥以降、能芸人の多くは芸の美意識とともに男色の相手として選ばれてきた。江戸時代には歌舞伎が大衆芸能として交流するが、歌舞伎役者には美男が多く、 武士や町民などの男色の相手となっていた。中でも、江戸では、役者見習いの16歳以下の少年は、本舞台に立つことはなかったものの、舞台の影より芸を学んでいたことより、影間と呼ばれたが、影間を少年愛の対象とする風俗が生まれた。歌舞伎役者と影間宮川一生が江戸時代には、男色の道は、若主道より取られた、主導と呼ばれ、また、 弱道とも呼ばれた。断食の相手は、江戸では、影間が一般で、さらに、歌舞伎や芸能と関係なく、幕府公認の江戸の遊女街である吉原と並んで、吉町には、断食専門の美少年を揃えた、影間茶屋が交流した。京都では、宮川町内市宮川筋が、若手茶屋のメッカとして、広く知られた。三大将軍、徳川家光も断食家として知られており、 大勢の近所、古生たちを寵愛したというエピソードがある。当時の大名の多くも、戦国時代以来の風習に従って美しい古生たちを雇い、特に気に入ったものを親戚にはべらせた。元禄時代には、華壁な町民文化が経大阪を中心とした三都に生まれ、高級男性の色子は、えりすぐりの美少年で、長振り袖の豪華な衣装に、髪を若い女のように言い、 キャラ人口の香りで身を包み、優雅な仕草で、男とも女とも異なる、独特の美の文化を作り出した。五代将軍、徳川綱吉は、多数の美道を故障として持っていたと言われる。綱吉は、学問を好み、立林藩主時代に12歳で主官した、家臣、柳沢義康は学問上の指定関係にあり、後に、側用人、大老を書く 甲府藩主の国持ち大名となった。長道を取り立てる監修は六代将軍、徳川家信の側用人で、猿学士出身の真鍋秋夫さんの例がなお続いたが、真鍋は荒井白石と共に後期粛清に尽力し、八代将軍、徳川義宗の代になって、元独文化は終焉した。江戸時代も後期となると主導は衰退の一途をたどっていったが、庶民や武士たちの一部には、 男食の道を捨て去らない者もいた。明治維新を迎え、社会制度も文化もあらゆるものが一変しても、体制の道をたどり細々としたものとなりこそすれ、男食の文化は存続した。明治時代になっても、薩摩や藍津などの士族出身の若者を中心に、男食の影響は残った。女との交際に関心を持たない者を、後派と呼び、女にふけるものである。 ナンパを軽蔑する風潮があったことが、坪内逍遥の小説、統制書世奇質や森王外のウィタセクスアリスから伺える。しかし、近代には、西欧の性意識やキリスト教が輸入され、同性愛を不自然と定義する認識が広まっていたことも、上記作品からは伺える。アメリカ合衆国では、少年と合法的にセックスすることを求める。 なんだという芸団体が80年代に設立された。少年愛は古代には男性の一般的な性癖であったことを理由に少年を愛することの正当性を訴えていた。日本では漫画、同人誌の分野でショタコンというジャンルが確立されている。この記事では古代ギリシアの少年愛を背景として世界中の文化に存在する社会制度としての少年愛を述べている。 これに対し、婚姻を通じての男女の関係と、個人の思考、思考の結果としての男女の性的関係の区別に、類比する制度的な少年愛の概念と、性的思考としての少年愛の概念がある。前者と後者は、個人の間の性を媒介とした、信仰関係という意味では、ある部分で重なっている面があるが、ここから来る概念の混乱が存在する。性思考の少年愛とは、 思春期の少年に対する性的思考で、このような性的思考を持つ主体は、少年愛者とも呼ばれ、それは主に男性であるが、女であることもある。しかし、この用法での少年愛は、本来的な歴史的制度的な少年愛の概念とは食い違っている。古典的な制度的少年愛は、単に少年に対する性的思考、少年への愛情、連暴の意味ではないのである。 無論、そのような位相も含むものとして、古典的少年愛の概念は存在するが、古典的制度的少年愛においては、少年を愛する者は必ず、男性である。ギリシア、日本、トルコでは、男色が一般に受け入れられており、蒸気以外にも多数の少年愛者が存在した。クセノフォン、共演、8.21から22、プラトン、パイドロス、240ビット E。 アリストテレス、問題集、879ビット20から27、里中町子は漫画、天上の虹において、天武天皇の巫女である、高市巫女と柿の下の人丸の間に、少年愛関係があったことを描いているが、これは、高市巫女の皇居を悼んで人丸が読んだ長唄の、記述などから里中が創作した虚構である。 確かにこの高市美子の死を痛む人丸の長歌の記述から、人丸が深く高市美子を敬愛したことはわかるが、これは少年愛を立証する証拠ではない。関門日記応援、29年3月19日4月14日上、田村渡る、若毛長老物語は一条、金吉の作家、伝承文学研究第51号、初集回大、若毛長老物語の一条、 金吉の作について、田村、一条、金吉の学問と室町文化加賀藩の資料、阿蘇公御夜和に、鶴の汁の話として残されている。ありがとうございます。